エリスユニットは、ギャレットが収監された死刑囚拘置所ハンツビルユニットにて、ギャレットの死刑が執行されたジョニー・フランク・ギャレットは、テキサス州により死刑執行された元死刑囚である。テキサス州は、ギャレットが17歳であった1981年10月31日における殺人事件の容疑者として起訴した。起訴状によると、その日の朝、ギャレットは、 セイフランシスコ修道院の修道所タデアベンツを強姦し、考察したとされる。1981年11月9日、修道院と通りを挟んで向かい側に住むギャレットが逮捕された。彼は起訴され、有罪判決が下された。ギャレットはテキサス州ハンツビルの北の方にあるエリスユニットに収監された。当初の予定では、彼の死刑は、 1992年1月6日に執行される予定であったが、ヨハネ・パウロ2世による御社の要請があり、テキサス州知事のアン・リチャーズは一時的な執行猶予を行った。リチャーズによる執行猶予の後、テキサス州仮釈放委員会は、ギャレットが終身刑への減刑を受けるべきであるかを決める聴聞会を開いたが、 死刑執行の方針は17人全員の一致で維持された。彼は最終的に1992年2月11日、ハンツビルユニットにおいて薬物注射により死刑執行された。ジェシー・クアッケンブッシュ監督はドキュメンタリー映画ザラストワードを制作し、その中でギャレットが実は無実であると主張した。クアッケンブッシュは ギャレットはこう急いだ、検察官と無能な弁護士の犠牲者であると主張した。この主張は、一部フィクションを交えたホラー映画、ジョニー・フランク・ギャラット、S ラストワードに取り入れられた。ありがとうございます。